ルルア、いるか？おお、ウォーレル、どうしたの？外でこれをもらってな。僕には不要なものだから、お前にやる。あ、これ、チラシ？なになに？アーランド王国祭開催迫る。12月にはアーランド王国祭が開かれます。会場は今年もアーランドの広場です。アーランドの民皆で大いに騒いで、日頃の疲れを癒しましょう。なになに、お祭りがあるの？すごい、面白そう。お前ならそう言うと思った。毎年アーランドで開かれる祭りだな。興味があるなら行ってみるといい。じゃあな。ウォーレル、ありがとう。うーん、お祭り、お祭りかワクワクするな。12月忘れないようにしなくちゃ。終了。お疲れ様、ルルア。今度はどんな道具なの？ふふん、ズバリ魔法の大砲だよ。魔法でできた弾をドカーッと打ち出すの。これを使えば空にいる魔物だってへっちゃらへっちゃら。知らなかったけど、錬金術ってすごいのね。私の時代には錬金術という学問はそれほど発達してなかったから。ねえ、その話なんだけどさ、スティアって本当に何百年も前の人なの？それにオペレーターって、スティアって一体。ルルは、お腹が空いたわ。カレーが食べたいのだけれど。はいはい、わかりました。それじゃあご飯にしよっか。食べ終わったらこの道具を作ってニコさんに届けよう。よし、キンマリー。スティアのことは気になるけど、また今度でいいよね。うん。何するんだっけ？よいしょっと。うんうん。うん、これでバッチリ。考えをまとめて。
だから一人で行っちゃダメだって言ってるでしょ。何かあったらどうするのよ。もう大丈夫だって。ミミちゃんは心配性だな。もうあれ、トトリさんだ。それと、じゃあもしかして隣の子が噂のルルア？お、はい。噂かどうかは分かりませんけど、ルルア、エルメルリア・フリクセルです。そう、はじめまして。私はミミ・ウリエ・フォン・シュバルツラングよ。ミミ・ウリュ・フォン？シュバそんなところまでお母さんに似てるの？ミミで結構よ。お、ありがとうございます、ミミさん。お母さんのこと知ってるんですか？ええ、もちろん。だって昔一緒に旅をしてたんだもの。ミミちゃんはね、昔からずっと私の護衛をしてくれてる冒険者さんなの。だからロロナ先生のことも知ってるってわけ。ミミちゃんすっごい頼りになるんだよ。なるほど。すごいかっこいいです。敏腕の冒険者さんなんですね。敏腕？まあそうね。私が敏腕じゃなかったら誰が敏腕なのって感じだわ。私の槍さばきは誰にも負けやしないんだからしっかり覚えておくことね。ミミさんたら相変わらずですね。でしょ。あ、そうだ、ルルアちゃん、私たちしばらくアーランドにいるつもりなの。だから何かわからないことがあったら聞いてね。いつでも教えてあげるから。はい、ありがとうございます。それではトトリさん、ミミさん、また。ええ、またね、ルルア。あの子がロロナさんの娘結構似てるところあるんじゃない？私もそう思う。あとはルルアちゃんがきっちり頑張ってくれれば。中身はなんだ？場所？うん、そのはずだけど。エーファ様ですね。はい、私がエーファです。私はブラウグラース家の執事を務めております、ジョンと申します。奥様よりエーファ様に一目会いたいと仰せつかりまして、お手紙。そうですか。グラウス家、それがエーファの家なの？はい、ブラウグラース家はアーランドでも屈指の名門貴族。そしてエーファ様はブラウグラース家の血を引くやんごとなきお方なのです。ってことはエーファって貴族なんだ。っていうことになるね。まあ、生まれてすぐイクシーンに預けられたわけだけど。なのに今さら何の御用ですか？単刀直入に言いましょう。奥様はエーファ様と共に暮らすことを望んでおいでです。あ、
育児院に預けたのもやむにやまれぬ事情があってのこと。奥様は常にエーファ様のことを気にかけてらっしゃいました。そしてどうしてもエーファ様を取り戻したい。いかがですか？悪い話ではないと思いますが。お断りします。何ですって？お断りすると言ったんです。聞こえませんでしたか？勝手に私のことを捨てて今さら一緒に暮らしたい？あまりにも身勝手が過ぎませんか？それに私知ってるんですよ、やむにやまれぬ事情ってくだらない家督争いでしょ。自分の保身のために私を捨てて、家督争いが終わったら一緒に暮らす？あまりにも自己中心的すぎて呆れてしまいますね。もう連絡してこないでください。それでは。ちょっとエーファ、エーファってば。めちゃくちゃ最高だぜ。改めて思うけど、もうリオネラちゃんの踊りなしじゃ生活できないぜ。なあ、ジョーちゃんもそう思うだろう？はい、よくわかります。リオネラさんの踊りを見てると元気が出るっていうか。あれ、ルルアちゃん見てたんですか？はい、もちろん。リオネラさんの踊り私大好きですし。そんな眩しい笑顔で言われると恥ずかしい。お、出た出た、リオネラちゃんの恥ずかしがりやっぷり。でもこの店を始めた時よりだいぶマシになったよな。ですね。というか自分で言うのもなんですけど、昔に比べたら天地の差ですよ。え、そんなにですか？もう子供の頃は人前で踊るのが恥ずかしくて恥ずかしくて、かといって踊らないとお金が手に入らないし、貧血で木の根っこをかじったこともあったっけ。でも人は成長するものですから。っていうか成長して人前で踊れるようにならないとご飯食べられなかったし、だから今の私はもう人前で踊っても大丈夫。まだたまに恥ずかしくなっちゃうこともあるけどね。そういう経験があってこそのアーランドの舞姫ってわけだな。そう、涙が出てきやがった。リオネラちゃん頑張ったんだな。そっか、リオネラさんがアーランド一の踊り子になったのはやっぱり努力の賜物なんですね。だからそんなに褒めないで、恥ずかしくなっちゃうから。さっき踊ったばっかりだけど、今日は特別にもう一踊りしちゃいます。だから私が恥ずかしくなるようなことは禁止。いいですね？はーい。リオネラさんの昔のことを聞けたし、踊りもまた見られるし、今日はお得な一日だな。よっ、リオネラさん。よし、出かけよう。パ
上手。もうちょっと多めに材料を入れた方がいいかも。先生、俺の薬はどうですか？へへ、なかなかうまくいったと思うんですけど。すごいです。とっても上達しましたね。あ、人がいっぱい。あ、ルルアちゃん、いらっしゃい。ようこそトトリの錬金術教室へ。トトリの錬金術教室？うん、ロロナ先生のアトリエを借りてみんなに錬金術を教えてるの。未経験者がほとんどなんだけど、ほら見て見て、お姉ちゃん、これ私が作ったの。あ、すごい、ちゃんとした薬だ。トトリ先生の授業を受ければどんなやつでも簡単な薬は作れるようになるんだ。誰でも薬を。それは便利ですね。そう、そうなんだよ。錬金術って使えたらとっても便利でしょ。だから錬金術はもっと世に広めるべきだと思うんだ。でも錬金術の使い方は知らない人の方が多い。それでね、定期的に教室を開いてみんなに錬金術を教えることにしたんだ。うんうん、なるほど、そういうことだったんですね。確かにみんなが錬金術を使えるようになれば世の中はもっと良くなるのかも。うん、そう信じてるよ。錬金術はきっといろんな人の未来を変えられる術。錬金術があれば世の中を良くしていける。だからいつかルルアちゃんも手伝ってくれると嬉しいな。はい、その時のために今は勉強あるのみですね。うん、ルルアちゃんならきっと大丈夫。楽しみにしてるからね。さあ、せっかくだから教室を見学していってよ。学べることもあるかもしれないし。お、いいんですか？それじゃあぜひ。じゃあ授業を再開します。次は、毎度あり。また。あ、そうだ、ゴールさんに質問なんですけど。お、なんだ。このお店ってハゲル&コールワークスって名前なんですよね。ゴールは当然ゴールさんの名前だとして、ハゲルって一体？気になっちまったか。ハゲルは俺の師匠の名前だぜ。おお、そうだったんですね。ああ、師匠はアーランド一の鍛冶職人でな、俺が幼少人の頃からちょこちょこ面倒を見てくれたんだ。あの人の鍛冶の仕事を見てるうちに俺も興味を持ってな。アーランドで鍛冶職人が減ってたってこともあって、幼少人から鍛冶職人に転職したってわけだ。なるほど、ゴールさんが鍛冶職人になったのはアーランドのためだったんですね。まあな、もちろん鍛冶の仕事が面白いっていうのもあるぜ。それにこれが一番理由としてはでけえんだけどよ。うんうん、職人が減ってるってことは競合が少ないってこと、つまりビジネスチャンスだと思ったんだよ。実際鍛冶屋を始めて大儲けだからな。俺の戦略は当たったってわけさ。
さすがコールさん、しっかりしてますね。へんだろう。ま、なんだかんだあって師匠から受け継いだ店だ。俺が潰すわけにはいかないからな。儲けはきっちり出させてもらうぜ。ですね。まあコールさんなら心配いらなそうですけど。ああ、もちろんさ。これからもアーランド一の鍛冶屋として突っ走り続けるぜ。その息です、コールさん。応援してますからね。ところで、あの、最後にもう一つ聞きたいんですけど。お、どうした？ハゲルさんって、その名前の通り頭が。ノーコメント。新しい発見だね。これで。はい、オーレル、頼まれてた道具だよ。すまない、感謝する。ほら。え、何これ。礼だ。迷惑をかけた自覚はあるからな。そんなの良かったのに。でもまあ、くれるならもらっておくね。ありがとう、オーレル。でもさ、やっぱり意地っ張りは直した方がいいと思うんだよね。いや、ある程度は仕方ないけどさ、間違った依頼を受けた時ぐらい。いや、ダメだ。それが僕の生き方だからな。ん？僕はアーランド王家の血を引いて生まれてきた。たとえ王国がなくなっても、僕に王家の血が流れていることに変わりはない。であれば、王家にふさわしい行いをしなければ。それが責任というものだからな。責任。別に分かってくれとは言わないさ。ただ、さっきも言った通り、それが僕の生き方。なんとしても王家のおじさまと同じ血を引く者として、最強の座を。はい、ハンバーグ定食お待ち。こっちはサンライズスペシャル定食だぜ。こんにちは。あ、すっごいお客さん。おお、ルルアちゃん。飯食ってくか。いいんですか。それじゃあカレーを。いい、カレーな。ちょっと待っててくれ。ごちそうさま。あー、美味しかった。だろう。伊達にアーランド一の料理屋を名乗っちゃいねえよ。アーランド一の料理屋。うんうん、ビルトさんのお料理とっても美味しいですからね。よし、ルルアちゃんに褒めてもらったぜ。こいつは価値終わりだぜ。それにしてもビルトさんすごいです。まだお若いのにアーランド一の料理屋をやってるなんて、尊敬しちゃいます。よせやい。俺はこの店を師匠から受け継いだだけ。この店をアーランド一の料理屋まで育てたのは他でもね、師匠なのさ。へえ。じゃあビルトさんはお師匠さんの味を受け継いでってこったな。だが、ただ受け継いでるだけじゃねえんだぜ。俺の夢は師匠を超える料理を作ること。師匠に教わった味を再現するだけじゃダメだ。
つうわけで少しずつ少しずつ料理にアレンジを加えていってんだ。うんうん、アレンジもいいな、かっこいいな。私にも師匠がいるんですけど、師匠を超えるだなんて思ったこともなかったです。へえ、そうか。ま、師匠ってのは大概とんでもねえ壁だけど、思うんだよ、師匠は弟子が自分のことを超えるのを望んでるんじゃねえかって。弟子が自分を超える？ああ、技術ってのは継承とともに発展していくもんだからよ。弟子が師匠を超えるってことは技術が錬磨されていくことに他ならねえ。だから師匠に物を教わった礼儀として弟子は師匠を超えなきゃならねえ、そう思うのさ。なるほど、あるあると思います、ビルトさん。だろ。だからよ、ルルアちゃんも師匠がいるんなら一丁師匠を超えられるように頑張ってみ。その師匠のためにもさ。はい、ありがとうございます、頑張ります。ビルトさんってすごい考えがしっかりしてるんですね、見かけによらず。たはー、言われちまった、ルルアちゃん辛辣。ま、弟子同士精一杯頑張ろうや、師匠の恩に報いるためにな。へへ、飯ならいつでも食わせてやっからよ。はーい。それじゃあビルトさん、また。おう、またな。さーて、どこに行こうかな。なるほど、だったら親玉を叩くのが早いでしょうね。じー、わかった、じゃあ私が行ってあげる。出発は了解、任せときなさい。じー、さてと、そっ、じー、ん、よ、あなた、私のことずっと見てたでしょう。あ、バレてましたか。はい、見てました。ずいぶんとすがすがしい返事ね。どうしたの？私の顔に何かついてる？いえ、そんなことないですよ。ただそのミミさんってかっこいいな。からとっても堂々とした立ち振る舞いですし。そう。はい、トトリさんのことをサポートしてるところも、ご自身もすごい冒険者だっていうところも、とーっても素敵だと思って。私実はミミさんに憧れてるんです。私のことを見ていた理由は分かったわ。でもいい？いくら褒めても何も出ないからね。私は褒められたくらいじゃ動じないの。分かってますよ、別に何か欲しいわけじゃないですもん。私はミミさんみたいにかっこよくなりたいんです。頑張ることね。はい、ありがとうございます。ところでこの後食事でもどう？あなたが良ければいろいろ話してあげる。私いいレストランを知ってるの。いかがかしら。はあ、いいんですか？ぜ
ひぜひ行きたいです。そう、それじゃ出かけましょう。もちろん私のおごりだから、ついてきなさい。はい、ありがとうございます。ミミちゃん、すっごく嬉しそうな顔してたな。ああいうところは昔から変わらないよね。私もミミちゃんを褒めたらご飯おごってもらえたり。さあ、お仕事お仕事っと。さーて、どこに行く。うんうん、なるほどね。わかります。ありが。何を作ろうかな。いけるいける。はい。特性はどれにしよう。これでいっぱい。一段落。どれを作ろうか。ぐるぐる混ぜて。はい。どの特性がいいかな。
お邪魔します。トトリさん、いらっしゃいませ。あ、お姉ちゃん、どうしたの？私に用事？ううん、今日はピアニャちゃんじゃなくてルルアちゃんに用があって。え、私ですか？うん、ルルアちゃんが前の課題からどれくらい成長したか見てみたいなって。というわけで、ルルアちゃん、これを調合してきてくれる？うんうん、これならなんとかなりそうだけど。もちろん、ただ作るだけじゃダメだよ。最高の材料と最高の技術、今できる最善を尽くして作ってみてね。お姉ちゃん、圧力かけるね。ルルアちゃん、どう？もちろんやりますよ。今の私の力、トトリさんに見てもらいたいですし。それじゃ、また後で。ふっふっふ、お姉ちゃんは厳しいよ。果たしてルルアちゃんは大丈夫かな？もちろんです。大丈夫なように頑張ってみせますから。うん、よく言った。それでこそ我が弟子だよ。じゃあルルアちゃん、ファイト！解読できそうな予感。目的目的っと。よいしょっと。うんうん。何かわからないことでもあった？あ、師匠、実はそうなんですよ。このブーストアイテムっていうものについてなんですけど。ああ、それはね、広げてくれるはず。うまく使いこなすことがルルアちゃんが目指す偉大な錬金術師への第一歩かもね。偉大な錬金術師に。わかりました。ありがとうございます、師匠。よし、となれば実践あるのみ。ブーストアイテムどんどん使ってみちゃう。ちょっと考えをまとめて。うん、これでバッチリ。考えをまとめて。
したものでしょう。あれ、ドラゴンさんどうしたの？何か気になることでもある？は、いえ、ナノマスターのお手を煩わせるわけには。やだな、気にしないで行ってみてよ。私とドラゴンさんの中でしょ。すみません、それではお言葉に甘えて。実は最近パカパカとテケテケが疲れ気味でして。え、そうなの？全然気づかなかった。大丈夫なの？気づかないのも無理はありません。僕は御車も兼ねているので足取りで分かっただけです。すぐに何がというわけではありませんが、そうですね、何か需要のあるものを与えられれば。需要のあるものだね。よし、わかった。それ私に任せてよ。え、いいのですか？しかしナノマスターにはやるべきことが。いいのいいの、ドラゴンさんにもパカパカとテケテケにもいつもお世話になってるしね。とびっきり元気になるようなもの持ってくるから待っててね、ドラゴンさん。何するんだっけ。よいしょっと。自分ない。驚きました、ナノマスター。いつの間にこれほどの腕を。ヒヒン、私だって日々成長してるんだよーだ。さあドラゴンさん、早速あの子たちにそれを食べさせてあげて。はい。ありがとうございますナノマスター。さんってあんな風に笑うんだ。少しはドラゴンさんの役に立てたかな。さーて、どこに行こうかな。ミミさん、ちょっといいですか。ええ、もちろん。どうしたの。ミミさんって、耳売り、ん？耳売り、ん？耳売りエフォン・シュバルツラング。そう、耳売りっていう名前じゃないですか。もしかしてなんですけど、ミミさんって貴族だったりします？あら、わかっちゃう？やっぱりわかっちゃう。私は貴族、栄えあるシュバルツラング家の出身なの。おお、やっぱり。喋り方とか普段の感じとかどことなく貴族っぽいなって思ってたんです。それミミちゃんの態度が悪いってことなんじゃ。そこ、うっさい。何が変わるわけじゃなし、家の名前に関係なく
私は私。もしルルアが私を貴族みたいだと感じるならそれは私の所作が素晴らしく優雅だってことよ。おお、自信にあふれてる。やっぱりミミさんってすごいな。でしょ？もっと褒めてもいいのよ。ミミさんかっこいい。素敵。ユーユー。私もミミさんの真似をすれば貴族っぽくなれるかな。そう、どうかしらね。しっかり頑張れば大丈夫だと思うけど。どう？少し試してみる？あ、ぜひぜひ。それじゃあまず普段の立ち方から。について考えてたんだよ。創作メニュー？ああ、前にも言ったろ、俺の夢は師匠を超える料理を作ること。そのためにな、俺は毎日創作メニューを考えてるのさ。
ってことは、さっき唸ってたのはもしかしてそのメニューが浮かばなくて。いや、メニューは浮かんだ。それもとびっきりの料理がな。だがしかーし、しかーし、絶対に欠かせねえ材料が売り切れてたんだ。まあ珍しい食材ではあるんだが、それでどうしたもんかと頭をひねってたわけさ。なるほど、そういうことだったら私がその材料を持ってきますよ。何？そうか、ルルアちゃんはロロナさんの娘、つまり錬金術師。材料の調達はお手のもんってわけか。ええ、その通りです。任せてください、ビルトさん。弟子同盟としてビルトさんの力になりたいんです。おお、すまねえすまねえ。それじゃあルルちゃん、悪いが頼んだぜ。はい、頼まれました。待っててくださいね。今の予定は、これおお、ルルアちゃん、まさかそいつは。はい、ビルトさんの創作メニューのための材料ですよ。多分大丈夫だと思うんですけど、どうですか？色は申し分ねえな。十分新鮮なことを表している。香りも、上等だ。これなら他の材料を引き立ててくれるだろう。それ以外も、ああ、高品質の材料だ。これならいい料理が作れそうだぜ。ありがとな、ルルアちゃん、助かった。いえ、よかったです。でもビルトさんって材料のことを詳しいんですね。そりゃあな、料理ってのはまず材料選びから始まる。いい料理を作るにはいい材料からってな。だから材料の目利きは師匠から叩き込まれてんだ。それに毎日図鑑とにらめっこして勉強もしてる。これも師匠を超えるためだからな。おお、フィルトさん勉強熱心なんだ。私も見習わないと。何言ってんだ。これだけの材料を用意できる時点でルルアちゃんの目利きも大したもんだぜ。つうわけでお礼の意味も込めて、創作メニュー食ってくだろ。え、いいんですか？ぜひぜひ。お、じゃあ好きな席に座っててくれ。とびっきりうめえ料理に仕上げるからよ。なあルルアちゃん、卵は好きか？あ、はい、好きですよ。ゆで卵にしてカレーにのせるともう最高です。そうか、じゃあよ、めちゃくちゃうまい卵の噂教えてやろうか。めちゃくちゃうまい？はい、ぜひ聞きたいです。その卵はスタルハング球場っていう場所で取れるらしいんだ。大きくて味も濃い、そしてどんな味付けにもよく合う最上の卵だがな、何の卵かわかんねえんだ。え？うまい、うまいんだよ。この上もなくうまいんだ。だが正体がわからねえ。
そのせいで市場にも流通しない幻の卵、誰が呼んだか、あれの卵。あれの卵、あれって何なんですか。わからねえ、わからねえからあれなんだ。わかっちまったらあれじゃねえだろ。それはそうかもしれませんけど、あれって、気になるな。ま、さっきも言った通り、味に関しては一級品だ。興味があれば取りに行ってみたらいいんじゃねえか。はい、わかりました。あれ、あれか、あれ、あれ、よし、出かけよう。ありがとうございます、助かりました。本当にまだ若いのにすごいね。あなたは命の恩人だよ。気にすることはない、当然のことをしたマルだ。それより今後あの道には気をつけることだ。魔物の生息地のようだからな。オーレル、お礼を言われてたみたいだったけど、依頼人さん？いや、そうじゃない。修行に行く途中、魔物に襲われているのを助けてな。そうなんだ。すごい、オーレルかっこいい。そうか、僕は当たり前のことをしただけだ。ノーブレスオブリージュという言葉を知っているか。ノーブレス、何？ノーブレスオブリージュだ。わかりやすく言えば、偉い者には相応の義務があるということだ。偉い者には？どういうこと？前にも言ったが、僕は王族の血を引く者だ。つまり偉い。はっきり言った。偉いからこそ他の者より結果を出さなければいけない。民を守り、民を生かすのは王族の義務だから、人助けなんて当然のことなのさ。ほう、よくわかんないけど、オーレルが立派だってことだけはよくわかったよ。いやー、オーレルってひねくれ者だと思ってたけど、本当はひねくれ者のお人よしだったんだね。おい、褒めてないよなそれ。褒めてるって。とにかくオーレルはすごいよ、頑張ってると思う。私から花丸をあげちゃおう。えらいえらい。お前から褒められたところで、まあいい、飯でも食いに行くか。お、いいね。じゃあ私カレー食べる。本当にそればっかりだな。じゃあ僕もハンバーグを。さーて、どのくらい休もっかな。あ、元気元気。さーて、どこに行こうかな。ねえルルア、いきなりで悪いんだけど、私の課題受けてみない？え、課題ですか？はい、やってみたいですけど、大丈夫かな。私、腕っぷしはあんまり自信がなくて。でも精一杯頑張ります。ああ、ごめんなさい、別に戦いの課題じゃないの。
私の課題はこれよ。錬金術課題、布の調達。課題って錬金術なんですか？ふふん、そうよ。ま、私も伊達にトトリと旅してないからね。錬金術に関してはそこそこ詳しい自信があるの。まあ抜き打ちテストだと思いなさい。ミミさんの抜き打ちテスト。はい、わかりました。頑張ってみます。よろしい。それじゃ待ってるからね。今の予定は、これが課題の品っと。はい、どうですかミミさん。うむ、悪くはないわね。結構頑張ってるみたいじゃない。はい、なんとかなったかな。怒られなくてほっとしました。怒ったりなんてしないわよ。これからも頑張りなさい。ともあれ、お疲れ様。はい、これはご褒美よ。ありがとうございます。けどミミさん、どうしていきなり課題なんて。ああ、それはね、もちろんあなたの成長を見るためよ。ほら、今トトリが錬金術を広めようと頑張ってるでしょ。でも人手が足りなくていつも大変そうなの。だから有望株のあなたを試したのよ。トトリの助けになれそうかどうかね。おお、なるほど。トトリさんの助けにか。あの子のやろうとしてることはきっとみんなのためになる。だからルルは、すぐにとは言わないけど、いつかトトリのことを手伝ってあげてちょうだい。それがトトリの親友としての。またミミさん。わかりました。トトリさんを助けられるくらいの錬金術師目指して、私精一杯頑張りますね。ええ、約束よ。行き先はどのくらい休もっかな。心の内を話さずにはいられなくなるピュアピュアなこのキノコ。最近は市場価格が高騰してるんですが、特別に1000コールでいいですよ。え、ピュアトリュフが1000コール。安い。それは安い。あの、私買います。トリフ1万コールで買い取るわ。1万コール？あ、わかりました。お姉さんにはすみませんが、交渉成立です。ありがとう。確かに受け取ったわ。
ちょっとミミさん、そのピュアトリュフは私が。ごめんなさいルルア、ずるいことをしたのはよくわかってる。でもね、このピュアトリュフだけは譲れないのよ。そんな、そのピュアトリュフ一体何に使うつもりですか？こうするのよ。もう燃やした。もったいない。何やってるんですか？いいのよ、こんなキノコこの世からなくなった方がいいの。このキノコのせいで私は昔あんな恥ずかしめを。この人なんて目を。まさかあなたが各地でピュアトリュフを買い占めてるっていう伝説のトリュフデストロイヤー？どうかしらね。もしまたピュアトリュフが手に入ったら教えて。また私が買ってあげるから、すべてのピュアトリュフがなくなるまでねえ。なんて覇気。取引をしただけで冷や汗が止まりません。はい、でも私は負けませんよ。いつかこの手にピュアトリュフを。そうですか。わかりました。なら私も協力しましょう。今度ピュアトリュフが手に入ったら一番にお教えします。トリュフ同盟結成ですね。トリュフ同盟、はい、ありがとうございます。トリュフデストロイヤーに負けないようお互い頑張りましょうね。ええ、トリュフ同盟、あいつ何やってるんだ。まあいいか、気にしたら負けだな。うん、よし。